どうしてもこれがなければ困るというものは必ずもう入れておくということですね。常備薬。あるいはですね、個人個人異なると思いますけれども、これだけは持っていかなければいけない。まあ、メガ類だとかですね、そういうものも必ず確認をしておくということが必要になってくるのかなと思いますね。加えて坂口さんは、特にこの1週間は、非常用持ち出し品の中に、懐中電灯などの照明器具、乾電池なども入れておくことが重要と話します。一方で、来週からはお盆期間に入り、旅行を計画している人も、旅行先での注意点は。やはり旅行先の、危険性をですね、やはりハザードマップ等で確認をしておくということをまずお願いしたいと思うんですね。津波の危険性がある場所なのか、あるいは土砂災害の危険性がある場所なのか、あるいは液状化の危険性がある場所なのか、これはですね、ハザードマップで確認することができるんですね。これはぜひ事前に確認した上で、旅行先に行っていただきたい。こうしたことを踏まえて、坂口さんは、この1週間、改めて家族間での再確認が重要と言います。避難場所、避難所を再確認をする。避難経路も家族で歩いてみる。それとですね、バラバラになっている場合もありますから、やはり安否確認が重要なのかな。そのためには家族の連絡手段、これも再確認をしておく必要があるのかな。SNS なのか、あるいはメールなのか、災害用伝言ダイヤル171なのか。この辺もしっかりとですね、決めて家族で再確認をする必要があると思いますね。